皆さんこんにちは、ポポの主です。今日はポポ市にフロントラインをしていこうと思います。ポポ市は現在推定で生後8ヶ月ぐらいなんですけれども、一度だけ経験はあります。でやっぱり家猫ではあるんですが、まあ、ダニとかも防止するためにもフロントラインは定期的に刺していこうかなと思って今回購入しました。で何事もかなり敏感な子なので、寝てる間に刺したいなって思ったんですけど、私が横でガサゴソしてたら起きちゃって、まあ隙あらば刺していこうかなっていう感じです。じゃあこれやるよ。どうよ、ポピ。何？本当はポポを抑えて刺すべきなんですけど、それをやるとさらに嫌がって確実にやらせてくれないので、さらっと終わらせました。